皆さんこんこにちは切切手手大好き前島切手之助です今回は同じように見える切手の違いについてお話ししていきたいと思います今映し出されている2枚の切手 同じように見えますが実は全く別物なんですね左が「対象を白しきって」右が旧「旧対象をけがみ切って」と呼ばれるものですこの2枚陰面寸法は全く同じです 横が十九点ゼロミリ、縦が二十二点五ミリとなります。ではこの二枚の切手どこが違うのでしょうか。左は対象白紙切手、右が旧対象毛ガ切手と言われているものですね。 大正白紙切手には白紙のままの状態ですから何も加工されていませんところが右の旧大正毛紙切手にはご覧のように赤や青の細い繊維ですね いわゆる毛髪、毛のような繊維がすき込まれているのがわかるかと思います。これで2枚の切手がまず全く別物であるということの区別ができるかと思います。なぜこのように毛髪をすき込んだのでしょうかそれは当然偽造防止の目的になるかと思います。 もう切手が発行された当初明治4年にいわゆる手彫り切手と言われるものが発行されましたがその切手が発行された当時からすでに偽物が存在したと言われていますその偽造防止のためにこのような手紙をすき込んだ切手が 発行されたと思われます。